の、いろいろ知ってったら、ネイマールのお父さん、ライオラより全然悪いやつ。で、おなじみ、レオザフトボールでーす。さあ、始まりました。トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今回はですね、ネイマールがいなくなった後のバルサはどうやって戦っていくのかっていう話をしたいと思います。今朝ですね、ネイマールの代替候補にですね、コーチーニョが、取れなそうで、アーセナルのエジル狙うみたいな、そんな記事も上がりましたね。まあ、これでわかることはもうこのニュースね、この動画見ていただいている方ならですね、まあ、ははーってその記事を思った方多いと思うんですけど、誰も取れなそうっていう、そういったことだと思うんですね。エジル、左のね、ウィングで、ネイマールと同じような活躍というか、今の組織をね、同じように、引き継ぐようなですね、キャラクターではありません。まあ、エジルはかなりゲームをね、パスで作っていくタイプですし、本当に得意なのは中央でのですね、ゲームメイクだったりとか、そういった部分ですね、左に張らせといて、そこからですね、この相手との均衡を破るみたいな、そういったですね、活躍は期待できないと思いますので、キャラクター的に合ってるって言いましたら、コウチーニョだったり、アザールだったり、そういった選手だと思いますし、ディバラを取るとしてもそれはですね、オフポジション、左のウィングに置くにはグリーズマンもどっちの選手もですね、一番自分の、その選手たちの力が発揮できるかって言ったらそういったわけではないので、そうなると、ネイマールを出すには出せるけれども、お金をね使う先がないっていう、そんな状況だと思います。まあさっきのね、ネイマールの父親の話ですけど、ネイマールのお父さんに関してはですね、契約を延長した時のボーナス、よく延長させてくれましたねっていうことでボーナスで30億以上もらえて、それがですね7月31日まで支払い期限がありまして、それ超えるとですね、また、こう移籍させた方が、パリ・サンジェルマンからもらえる報奨金考えると、儲けられるということで、なんかね、この間のラジオで話したんですけど、神奈川さんからのソースによると、ネイマールのお父さん自体はネイマールでね、この先何台分も稼いでもらうみたいに言ってますんで、まあそういったね、周りを抑えることで、ネイマールの周りの、そういった決定権を持ってる人を抑えることで、まあネイマール自体がですね、動かざるを得ない状況になってるんじゃないかと。まあ最終的に決めるのは選手本人ですし、いやお父さん嫌だと、俺はバルセロナでメッシと一緒にやるっていう風になったら、まあネイマールはですねそのまま残るっていうことになるんですけれども、最近出てきてる報道だともうパリサンジェルマン行きは決定してるかのような、そんな報道がほとんどです。まあ僕はですねユベントス戦で見せたもうねメッシを守ろうとするネイマールみたいな、そういったね友情物語をこれからも見ていきたいところなんですけれども、ただですね出ていくとしたらそれはそれでもうそこはですね、今後の、プランを考えなきゃいけないというところで、今回そういった、企画にしてみました。というわけで今回はですね、それ、行く前にちょっと2つ、このねネイマールの件と、関連するコメント、質問を答えさせていただきたいと思います。コケタニ君、バルサがブスケツの控えにパウリーノ獲得を狙ってるという記事を見たのですが、バルサのフロントの人は何を考えてるのでしょうというわけで、はい、ブスケツの控えにパウリーノっていうのはその記事を書いた方の憶測だと思います。これはおそらくですね、ネイマールの、まあ、友達移籍と言いますか、前もね、動画で言いましたけれども、ね、28、29の選手に50億の移籍金っていうのはおかしい。そうなりますと、ネイマールがですね、移籍するのを防ぐために、ダニアウベスが出ていってって感じで、自分の友達いなくなってるところに、ブラジル人入れてあげようと。なんでね、パリ・サンジェルマンだと、ブラジル代表のマルキーニョスだったりですとか、チアゴ・シューバとか、ルーカスとかその辺がいて、なおかつこれからもっと選手取ってくれるっていう、そういったね、契約条項も新たに含まれてると思いますので、パリ・サンジェルマンだって話ありますんで、ネイマールがですね移籍したらこういった話はなくなると思います。でもう一つがこちら、佐藤太郎さん、モレノが放出候補に上がりつつも出されない理由って性格の良さがあるのかもね。結局選手も人間なわけで、ピッチ上にいる時間よりも他の時間の方が当然長いわけだから、そこら辺も考慮して移籍市場を見ていけたら楽しいかも。というわけで、これですね、リバプールには本当にある習慣でして、ファビオ・アウレリオ、まあ、ブラジル人のね、左サイドバックの選手でいた選手で、先日移籍したラツィオに移籍したルーカスですね。ルーカスなんかもそういった、国外の選手とか、ヨーロッパ慣れてない選手がですね、リバプールになれるのに、一役買ってたみたいな話がありますね。まあ、そういった役割を、まあ、マンチェスターシティで買って出てるのがフェルナンドみたいな話も聞いたことありますけれども、今のバルセロナに関してはですね、前はダニ・アウベスとかがやってたのかなって思うんですけど、今のバルセロナってそれっぽいキャラクターの選手がいないんですね。そういったところがちょっと不安なところでして、ウンティティはうまくいきましたけれども、そういったバルサの新加入選手があんまりね、うまくフィットできないっていうのは、こういったポジションの選手がいないっていうのも大きいのかなっていうふうに、そんな風に思います。というわけで、バルサ、ネイマールがいなくなったとのですね、今後のチーム作りですね、コーチーニョもディバラもね、契約解除金ないし、他の選手もこなそうっていうところで、いろんな話が上がってるっていうところでですね、いる選手で考えてみました。まずこちらですね。はい、デウロヘア・アルダトナン。
まずですね、デウロフェオに関しては突破力があってネイマールとキャラクター似てますね。サイドからの仕掛けからシュートを狙うってところで、ただですね、メッシに嫌われてるって話がデウロフェオありまして、まあそういったところの連携面ですね、その辺で、バルセロナで今後生き残っていけるのかどうか、プレシーズンマッチ出てないんでこの辺は見てみなきゃわかりません。そしてアルダトランですね。アルダトランに関してはネイマールよりもですね、ボールを引き出す動きとかは上手かったりですとか、球離れはいいんですけれども、ただサイドで起点になったり無理やりチャンスを作る能力、また MSN3 人の破壊力に比べてアルダトランが入るとですね、強豪相手にはちょっと厳しいみたいなところがありますので、アルダトラン年齢もありますし、この辺でですね、まあプレシーズンマッチ、まあ太めで入ってくるんで、こういう選手シーズンをねこう重ねていくごとに良くなっていくって可能性はあるんですけれども、まあ任せるにはかなり不安ですよね。ただこのデグラフがアルタトラになっていいところっていうのは、このサイドからオーバーラップしてくる選手、特にディニュとかね、ネイマールから全然パス出てこなかったので、こういったサイドバックの連携っていうのが持ちすぎるネイマールよりも改善されるかなと。まあネイマールもね、あの最近になってかなり持ちすぎるところは改善されてきたんですけれども、やっぱり元々ねプレイヤーとしてのキャラクターがちょっとわがままなところがありますので、そういったサイドバックの連携だったりね、この原点回帰とか言われますけれども、バルサらしいパスワークっていうところを蘇らせる部分ではですね、もしかしたらちょっといいのかもしれません。というわけでここからはですね、僕がおすすめしてる案をいきましょう。まず一つ目はこちらですね、セルジュ・ロベルト案。これなんでいいかと言いますと、メッシがですねいなかったクラシコでですね、ネイマール、スアレス、セルジュ・ロベルト、この3人がすごくいい連携をしてまして、セルジュ・ロベルトはその時その時によってですね、動き方をすごくですね、いろんなバリエーションを、引き出しの中から出してくれるっていった、そんなプレイヤーなんですね。なんで、メッシが右サイドでボールを持った時に斜めに入ってくる動きだったりですとか、中に入ってきてトップ下になったりですとか、あとですね、パリ・サンジェルマン戦でもありましたし、まあいろんな試合で結構重要なゴール、だったりゴールにね繋がる動きをセルジュロベルトしてくれてますので、そういったところでオフザボールの動きの良さ、またですね、セルジュロベルトが左サイドに入りますと、バルセロナの場合メッシ、スアレス前残りの 4-4-2 みたいな形、プレシーズンマッチは 4-1-2-3 になってましたけど、そういったね前線に2枚残してカウンターの 4-4-2 みたいなことをやることありますので、セルジュロベルトが左ウイングに入ると戻って守備のね形を作った時にすごく安定するっていう部分あると思います。またセルジュロベルトに関しては周りの選手とのね連携、パス回しとかすごくテンポよくやれるタイプですので、左サイドバックの選手をうまく使ってみたいな攻撃も期待できるかもしれません。そしてですね、もう一つ考えてるプランがこちらですね。はい、イニエスタの左ウイング、これタタマルティーノの時もやってまして、その時はネイマールが右だったんですけれども、今ですねスペイン代表でもこれやってますね。左にイニエスタが入って右に、ダビッド・シルバーが入ってみたいな形で、こういったね、中央で、ミッドフィルダー的な役割をしている選手をサイドに使うことによって、いいタイミングでね中に入ってきたりすると、相手のゾーンの隙間ですね、そこでボールを受けて相手を引きつけて相手の陣形を崩れさせて、例えばですねイニエスタがサイドバックとセンターバックと、前のボランチとサイドハーフ、この間にですねポジションを取ることによってそこで、ボールを受けると、そうするとセンターバックがそこ潰そうとして出てきた時にそこにスアレスが飛び出していってスルーパス出すみたいな、そんなですね、まあ具体例を挙げますと、そういった形を期待できる。なんでメッシ、イニエスタが中にこう交互に入ってきたりとかして、そういったですね、ポゼッション率を上げるような、そんなサッカーが期待できますね。またイニエスタを前に使うことによってですね、中央の守備のですね、切り替えだったり、インテンシティ、守備の強度を上げれるって部分がありますね。先日、ニュースザフットボールで言ったように、イニエスタの唯一の弱点っていうのが、切り替えの時だったり、相手にね、こうスピードに乗らせた攻撃、そういったものをさせた時に、ついていけなかったりですとか、周りのスペース埋めきれないっていうところがありますので、イニエスタを、一つ前に使うことによってですね、ボールの支配率を上げつつ、守備の時にはですね後ろの、そういったですね切り替えの時の弱さっていうのをなくせるっていう、そういった部分あると思います。またこの布陣ですとイニエスタのキープ力を使って中盤からの飛び出しっていうのを活かせる部分があります。ラキティッチはですね、この間の試合とかプレシーズンの試合見ても、運動量、前線のね MSN に絡んでいくタイミングもバッチリでしたし、サイドバックが今後ですねセメドだったりアレイシビダルっていう攻撃力がある、そういったキャラクターになりますので、その裏のスペースを埋めるっていうところでもすごくいいと思うんですね。なんでラキティッチはかなり使える、むしろアンドル・ゴメスとかどういう風に生き残るんだろうって感じで僕好きな選手なんですけれども、その辺は、不安ありつつ楽しみにしてる感じで、
逆のこの左サイドの選手、ここでですね、セルジオベルト当然飛び出してってゴールを取るみたいな、そういった、働きするじゃないですか。ただこのデニス・スアレス、この選手のですね、覚醒を僕は期待したいんですね。デニス・スアレス、プレシーズンマッチも良くなくて、昨シーズンも結果残せなかったので、ちょっと不安なんですけれども、ただデニス・スアレスが、ビジャレアル時代にすごく良かったのは、左サイドに置かれて、フォワードが開けたスペース、それによってですね、ディフェンスが、こう門を開けますね。そのところに飛び出していって、後ろからボール引き出してゴール決めるみたいなのがありましたんで、今ですね、どこが適正ポジションか分かんなくて、結構セルジオベルトとかデニス・スアレスいろいろ使われてるみたいなところあるんですけれども、デニス・スアレスに関しては右足でシュートを打ちやすい左側に置かれたところで、なおかつですね、前の選手がためを作ってくれたり、中盤からボール出てくるところでどんどん前に出てく。なんでですね、このルイス・スアレスが開けたスペースにデニス・スアレス出てくみたいな、このですね、実はフォワードでしたみたいな、あのバイエルンミュンヘンのペップの時のミュラーみたいな、レバンドスキーで後ろのインサイドハーフの一人がミュラーみたいな、そんな感じの使い方が一番デニス・スアレス僕はですね生きると思ってるんですね。なんでそう考えると、セルジロベルト、デニス・スアレス、この辺の選手のですね覚醒っていうのが、イニエスタが左のウイングに入ることによってですねあるんじゃないかなって思っています。あとはですね、ネイマールが残った時のパターン、これで僕がやってほしいのがラフィーニャ、このラフィーニャの左サイドバックコンバートなんですよ。ネイマールが一番仲のいいラフィーニャ、ネイマールにですね、こう、うわって言えるね、キャラクター。このラフィーニャですね、左利きで、なおかつ中盤に入れると、このですね、まあ、あの、三角形の作り方っていうか、ポジショニングが良くなかったり、サイドに置かれても変なタイミングで飛び込んだりとかするんですね。なんでサッカー IQ ってところはそんなに感じないんですけど、ただめっちゃ頑張り屋さんなんですね、ラフィーニャっていうのは。なんでラフィーニャはですね、中盤でのゲームメイクとかビルドアップに参加させるよりも、ね、もともとアップダウンすごくしますし、突破力がありますし、なおかつネイマールとの連携もいいんで、残ったとしたら、僕はディニよりも、ラフィーニャに左サイドバックやってほしいなっていうふうに、そんな風に、思ったりとかしています。こんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんが思う、ネイマールがいなくなった後に誰も来なくてもですね、バルサが強くなれそうな、そんなプランですね、ぜひともコメント欄とかでお待ちしております。レオザフットボールでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ